サイグスーヨーチュウガナベラ三振エヴァンジェリスト前チンコと前田キラヤイビギーイエ。さあ、今日はですね、2つの、三振の音色を、動画で撮ってみました。まあ多分まっすぐの音だけ、デジタルの、音で、言ってると思うので、どういう風に聞こえるかなってちょっと不安ではあるんですけども、今この2種類の音、最初はですね、この両方ともカーボネート三振なんですけども、今日新しく仕上がったカーボネート三振と、そしてこれは本革の方ですね、まあこういう感じでですね、今2つ仕上がりまして、1つは本革、これで 850Hz 850Hz、あるんですね。そしてもう一つ、これが純本張り、もうほとんど弾いててですね、本革とあんまり音色がこのの違いっていうのがあんまりわからない。こう張りもですね、この方も800いくらだったかな、ごめんなさい、この方はですね732Hz、 そして、この本革の方がですね 840Hz ですね。その音色の違い分かりましたでしょうかね。もうものすごくグーンって伸びていく、そういう音色を、これは純本革のカーボネート三振、純本革という表示を、今してるのはどうしてかというと、これはこの方はですね、まあ強化張りという20張り、実はこの本革の下はですね人工皮なんですね、上の方はまた本革を張って、従来はですねこの上の方も上の方はあんまり重要視してなかったようでございまして、音の伸びがですね、例えば2つ張ってるわけですから皮が厚くなりますよね、二重構造なのでね。そうすると音の伝播が弱いですから前方の方にあんまりいかなかったんですね。一番音としてですね結構大きくなるのは実は人工皮の方が結構音が大きくなりやすいわけですけども、まあこれは張りの具合によって違うんですけども、本張りのですね高音域の、まあ、840Hz の音色とですね今比べてるんですけども、弾いててですね遜色ないんですよね。この方はこうなんていうんですかね、やっぱ音がやっぱこう100Hz ぐらい差がありますから、音色はやっぱりこうやっぱりすごく高いように、響きますけども、音色本革の音色と純本革の音色、なんかこう、今までのちょっと、強化張りとは違う音色、に仕上がっております。まあそれも一つの技術なんですけど、工夫した改善した、ものなんですけども、まあ従来は進化型っていうんですかね、これまでの強化張りの進化型を、あけぼの三振の方の音色ではですね純本張りの、音色と呼ぶことにしました。この方もですね、そして今これカーボネートの、実はこのサンゴをイメージして作った、ものなんですね。ちょっとこれ見えますかね、ちょっとこの辺がちょっと決してこの擦れてるわけじゃなくて、これサンゴのイメージを作ったそのままのカーボネート三振を型に、この鋳型にですね流し込んで、このどう仕上がるかっていうのが、なんていうんですかね、まあよく陶工の人がですね、焼き上がってみないとわからない、そんな表現をよくします。まあ、そんな感じでですねできたこのサンゴ、沖縄のサンゴをイメージした、このそしてですね、
もうこれ一本しかもうないんですけども、もうこれ一本しかもう、作れなかったというか、このクーユナーというですね、この結構細身のなんていうか三線なんですね。結構手がですね、この手が指とかがまあ、なんていうんですかね、小さい方、女性の方とかですね、すごく向いている三線でございます。そしてまたこの方ですね、まあ結構県外の7割が、人工皮と、強化割と聞いております。それはやっぱりこの皮破れのリスクを、やっぱり気にしている方が多くいらっしゃるかなということなんですけども、この方ですね、一つまたこの音色をですね、新たな三種の本革に近い音色としてですね、ぜひとも皆さんにですね、進めたい、そんな一品になっております。そしてこれはもうこのクーユナーはですね、カーボネート三種ではクーユナーはもうこれ一本だけになります。あとは黒と、そして沖縄の紺碧のブルー、これは本革、これはまあユナ型三線なんですけどもね、ユナですね、そのこれはコンペ、これはまだ在庫まだあります。そして今もうないのが、もう唯一この仕上がったこのサンゴのイメージの、こういうなという方の三線ですね。これが、純本張り、そしてこの方が、深い、沖縄ブルーのですね、もうパッと見ですね、すごくなんていうんですか、いい感じいい感じというしか表現がないんですけども、その、マネ色もそうですけども、これもですね、限定として、あと何十本という、限定品になります。そして今、黒があるんですけども、この方はですね、実はもう黒、3色作ってるんです。この黒自体のものがもうあと数本でもう終わりです。そして今このあとこの、サンゴの色は、クユナではなくてユナであればまだありますので、もうでもこのクユナ、これはもうこれ1本で限定になります。そして、このコバルトブルーの方ですね、沖縄ブルーの方は、この方は、まだ、何十本か、在庫がございます。で全てこのもう、売り切れたら、終売になる、予定でございます。と言いますのは、もうこれを作る、ために、金型が必要なんですね。もうこの金型がもうない、ですからもう生産もない。一番この、開発した、先代がですね、非常にもうこう丹精込めて、いろんなもう試行錯誤を込めて完成した、クルチに、クルチって沖縄のね、この三線の精度、この密度ですね、このその含水率もですね、この重さもクルチ仕様に、そしてクルチの音色に近づけるためにですね、実はこのカーボネート三線の竿の中、髪の毛の細さの空洞が空いてるんですね、無数に。でその音色がですね、こう弾いてるとですね、この指からですね、ボン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 、このなんていうか心地よく響いているんですね。そしてまた音の方もですね、まあ伝導率がすごく良くて、クルチに近い、もうクルチとほぼわからない、音色として、どん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 、いい音色を出します。そういう感じでですね、まあ限定ということで、一生懸命、このなんていうんですか、先代がもう本当にこう皆さんに、残しておきたいという一つとして限定として作ったカーボネット3種、ありますので、まあ欲しい、今、まあ、いろんな三振を持ってるけども、あ、これも一本加えてみたいな、そしてまた、
この高音域の音色をまた奏でてみたいな、そういった方がありましたらお気軽にお電話またメールなり連絡いただけたらと思います。はい、ということで、今日は、今年はこのカーボネート三振のですね、イヤーということで、カーボネート三振をもう、どんどん進めて楽しい三振ライフに、使っていただきたいなということで、どんどん発信していきますので、また、今度新しく今、仕上がっていく予定ですので、そういう形で、紹介していきたいと思います。はい、アンシェ、また野菜。